サンデーフォークオフィシャルサイトをご覧の皆さん、グッバイエプリルのボーカル、倉科翔です。僕たちグッバイエプリルはネオニューミュージックというキーワードで活動する4人組のバンドです。結成14年目を迎えました。去年の4月にシティポップの巨匠林哲司さんプロデュースのもとメジャーデビューをして、メジャー2年目を迎えています。名古屋には本当にもう結成当初からすごくたくさん来させていただいていてですね、来るたびにみんなで名古屋グルメを楽しませていただいております。そんな僕たちグッバイエプリルですけれども、メジャー5作目のデジタルシングル2人の BGM フィーチャリング時あさこが4月の10日水曜日に配信リリースになります。今回は大好きな時あさこさんをゲストにお迎えしてですね、本当に時さんの歌声で聞きたいメロディーを作らせていただきました。もう本当に贅沢な体験でした。今回は本当に透明で儚いサマーチューンになっています。タイトルにもこう2人の BGM、BGM とありますけれども、常々音楽にはこう思い出とともに色褪せないものとして残っていってほしいという思いが僕自身もあります。この曲そのものがですね、皆さんのひと夏の特別なBGM になったらいいなという思いで作りましたので、ぜひ今年の夏皆さんの日常でたくさん流していただいて、思い出のお供にさせていただければと思います。そして、グッバイエプリルのメジャーデビューファーストアニバーサリーで名阪ワンマンツアーミルキーハイウェイ、今週末に迫っております。実は名古屋大阪たくさん行かせていただいてますが、各地バンドセットでのワンマンライブは今回が初めてになります。フルアルバムとかもですね、すごく大事に作っていて、ただやはりいつもは、アルバムの中のこの曲とこの曲とか、そういう形でしかこうライブでお届けできないんですけれども、ワンマンライブならではのセットリストで、普段お届けできない曲も含めて、今の僕たちのですね、生のグルーヴをぜひ、皆さんに体感していただければと思います。7月の7日日曜日、名古屋の L サイズで、ワンマンライブということで、今週末ぜひ会場で皆さんとお会いできたら嬉しいです。ということで以上、倉科翔でした。